こんにちは、月の影です。はい、お久しぶりでございます。2週間ぐらいね、動画投稿をお休みしてしまったんですけれども、とはい、まあ僕もね、今日から夏休みになったということで、まあ、課題の提出が終わったんだけなんですけどね。はい、まあ動画投稿の再開をしていこうかなと思います。はい、というわけでね、視点は僕の最近ね、一番乗ってる低コストのね、ストライクノアールということで、まあ、この機体ですね、今のサブの当たり方やべえな、ほんと。そう、ああいう感じでね、まあ、簡単に GSL 武装があったりとか、本当にね、初心者におすすめできるんですよね。まあ、こういう感じで減ってんのは初心者におすすめできないんですけど、はい。まあ、初心者におすすめできるポイント、まず第一にね、やっぱりかっこいい。かっこよくないですか？黒。黒かっこいい、マジで。黒だったらダークハウンドがいるやんとかいう人もいると思いますけど、あいつはね、まあ、宇宙海賊、あの年こいてね、宇宙海賊とかね、生きちゃうね、大人はね、やっぱり良くないんでね。まあ、そんなことよりね、ちゃんと軍人してる方がかっこいいんで、やっぱりね、そういうところは差がついちゃったのかなって感じですね。はい。普通にマシンガンだから扱いづらいから、ちょっと、初心者にあんまりおすすめできないよって感じです。まあ、3号機はですね、振られるんで、まあ、振られる男はかっこ悪いんでね、やっぱり、まあ、クールビューティーな、まあ、軍人さんの方がいいかなって感じですと、言ったところで、まあ、ちょっと1試合目が終わってしまったんですけど、はい。まあ、2試合目から、ちょくちょく、実況入れながら喋っていこうかなと思います。はい。で、2試合目です。はい。でですね、まあ、この対面戦なんですけど、まあ、まあ、もともと三井戦の視点で撮ろうかなと思ってたんですけど、まあ、今、隣してんのがヨミちゃんっていう、まあ、僕にガンダムを教えてくれて、かつ、まあ、俺の普通に知り合いなんですけど、まあ、そいつの、まあ、ゲーセンでよく遊んでた奴らなんすかね、あんまり知らないんですけどね、もう、まあ、その方々とね、2日前あたりからね、まあ、ちょくちょく組ませてもらったりとか、対戦させてもらったりして、やっぱりね、そう、結構大事なのって、上手い人とやると、上手くなるんすよ。そう、要は、上手い人とやると、一方的に狩られるんで、そう、今やばいじゃないですか。だからね、なんか、それを、いかにして狩られないようにするかっていうのをめっちゃ考えるようになるんで、まあ、上手い人とやるのはすげえ大事かなと。まあ、そこで、まあ、上手い人と、どうやってやるねんって感じの人もいると思いますけど、まあ、Twitter とかでね、まあ、ガンガン前ブーしたらいいんじゃないですかって感じですかね。特になんか、対マン部屋、まあ、あるじゃないですか、ワンオンワンド。結局、4人部屋ってなかなか集まんないんですよ。一番地獄なのが、3人集まって、あれ、どうしようみたいな。で、1人、なんか、抜けて、残り2人がランクが入るみたいな、地獄みたいなね、2人組作ってみたいな悲しい展開がね、待ってるんで、やっぱり4人部屋、難しいからね、やっぱり、2人部屋だったら集まるんですよ。誰かと一緒に、ちょっと対マンやりましょう、つって。そしたらね、まあ、来てくれる人は来てくれるんで、まあ、上手い人と対マンして、まあ、ボコボコにされて、まあ、メンタルがいくか、技術が身につくのかっていう勝負っすね。まあ、本当にね、なんか、上手い人と、なんか、楽しい喋りしてくれる上手い人、本当にいいんで、本当この二人面白かったんだよな。そう。まあ、今日も、なんか、あればやろうかなと思います。はい。といったところで、ちょっと2試合目が終わってしまったんですけど、3試合目からちょっと真面目に、なんか、僕が学んだことを喋りつつ実況していこうかなと。さっき実況していくとか言ってみながらやってねえな。はい、3試合目、とりあえずね、まあ、ストライクノアールの武装の性質っていうか、まあ、どれに重きを置くか、どうかって感じですかね。まあ、一番大事なのはやっぱり特角なんですけど、特角なんだかんだライン押しても大丈夫っす。まあ、特角、ブースト消費ゼロの、ステップ完成ジャンプなんで、それがワンボタンでできるんですよ。やっぱり、このブーストを明確に強いなっていうのがそこで、まあ、機動力が素で速いのにプラス、ノーブーストの完成ジャンプが、ステップを踏んだ上でできるっていう、まあ、言ってることちょっと、まあ、上級、中級者あたりだったらわかるかな。
まあ、俺ねやっぱりこの、まあ、ステップ完成ジャンプで、まあ、一定の距離取りつつ逃げれるっていうのは本当にねでけえことだなと思ってます。はい。でまあ次にね、まあ、どうだろう、格チャとサブ両方重要なんだよな。あのサブがねバグってるんで、あの発生と、まあ、一回足止めちゃうんでそこだけはちょっと怖いところなんですけど、あの発生断速判定が全部おかしいんで、あのまあ明確にね、まあ、ちょっとこういうところで当たんないのがあれですけど、そう横軸ずれちゃうと当たんないんでね、失礼。まあそういう感じでサブはめっちゃ大事ですと。はい。まあ格チャもね、そうこういう今ちょっとケルディムに当てようかなと思って当たんなかったんですけど、まあああいうところでね、まあ積極的にバカスカ狙えるそういう武装でございますと。で次にねこの特写、あのまあ今食らっちゃったんだよな。そう特写から特化のキャンセルがあるんで、あの足止めるかなとか当たるかなっていう距離で、まあ、適当に横特写ペッと押したら、まあ、大体ねあのまあ当たんなくても、まあ、相手に警戒はさせることができるんで、まあ、そういういい性能はしてます。はい。でまあ最後にメインなんですけど、あのこいつ1ヒットよるけ1ヒットよるけだね多分。そう今みたいにあのメイン2発からね、まあ、サブ1発でねあの、まあ、手軽にダウンが取れるんで、あのでメインずっとキャンセルでね絶え間ない弾幕として作れるんで本当に優秀な機体だなと思います。まあ強いて言ったらね、あのまあ弱点があって、あの横分に弱いんですよマジで。あの横分に特写もで場合によってはサブも当たんないんで、そこが一番辛いかなと思いました。はい。ここら辺でわかるかなその弱みがといったところで4試合目でございますと。でねーまあちょっとノアルのいるべき位置みたいな感じで喋っておこうかなと思ったんですけどね、上手い人の動画見てねえんだよなマジで。なんかずっと触ってるだけだった。あのマキオンの時にノアル乗ろうと思ったんですけど、なんかあのまあ格茶貯めながらブーストが使えなくて当時、まあ諦めてたら、まあ、なんかまあマキオンの周期に櫛を使う羽目になったんでまあそれで格茶貯めながらねブーストができるようになってたんで、まあこいつもいけるかなみたいなノリで、まあ、ずっと乗ってたんですけどね。はい。まあてかね、そうここら辺でわかるんですけど、うまいんだよなそのなんかノアルがあのブーストないっていうのが今バレてたんで、完全にリボガンに、まあそこのところにねキャノン下メイン合わせられましたね。ほんとマジでこの試合それが一番多かったな。でなんか明確にあれの対策がまだ分かってないんで、どうしようかなって感じです。まあね一応ね、まあなんかダブルを作ってあげるみたいな感じで考えてたりはしたんですけどね、マジで。それでリボガンに追われる展開が一番渋いんで、これとかねマジで怖かったっすね。そう一回ここ前特格フワジャンでね、まあどうにかさばけたんでよかったんですけど、マジでね、やっぱ他の試合でめっちゃさしばかれたんで、あのなんか勝ち視点だけ大体選んだんですけど、大体勝率3割あったかなぐらいだったんで、ほんまにやばかったっすわマジでね。はい。ここもね、まあ、取られるのが怖くて、ロック替え、特化やっても、結局取られたんでね。もう軸合わせんのがうめんだよな、まあ、ここは、ちょっと噛み合いましたね、はい。まあ、といったところね。あとね、これね、ケルディム、まあ、ユミちゃんが倒すか、まあ、俺が死ぬかのどっちかなんですけどね。そう。マジで怖え。ここね、もうね、まあ、ハルトがね、僕のことを助けてたら勝てないんで、もう、殺しに行ってもらってギリギリ死なずって感じで、まあ、そろそろ死ぬかな。はい。そうこんな感じでね、あそこでね、まあ受け方吐かなかったのはちょっと吐ける自信がなかったんで吐いたって感じなんですけど、握手だよって言われたんで、まあマジでな難しいなこのゲーム。はい。まあ5試合目、まああと3試合ちょっと視点置いといたんですけどね、そう、まあ、ゆっくり見ていきましょうと。まあ、ここはね、ちょっとね、一応ミスサーラ抑えつつ、まあ、なんか無視されたら適当に弾打ってみたいな感じでいこうかなって感じです。
そう、なんかこの前の試合の時にね、なんか自分から主張しに行って抵抗を抑えに行こうとしすぎて、なんかめっちゃ曲げまくってたんで、ちょっとこれは立ち回り変えてますね、確か。マジでね、なんか抑えに行ったところでね、なんか後ろからね、相手の後攻に寄られて蹴る展開が結構多かったんで、まあこういう感じでね、ちょっと遠くにいるとね、やっぱりノワール使える球が多いんで、で、まあ相手の後攻、特にね、後攻は、味方の後攻も一緒に見なきゃいけないんで、結構ブースト使う量が多いからきついかな、みたいな。そんな感じでしょうか。おー、マジで、あれで、多分なんだけど、マキシブーストオンの時の持ち機体じゃない、持ち機体っていうか、その、なんつうの、一番ガチ戦で乗ってた機体じゃないと思うんすよね。何に乗ってたか知らないんですけど、はい、ここはちょっとプレスが見えたんで、まあ、片方取りに行けたらいいかなみたいな感じで、適当にサブ打ちました。はい。まあ、ここでね、ダウン取れたん、落とせたんでね、まあ、ここメッサーラ落としに行きたいんですけどね、取れねえんだよな、マジで。10名ゴリスペ。まあ、ここは、ちょっと赤木に噛み合ってサブが当たったんですけど、そう、ここでメッサーラね、落としに行きたいんだけどな、ほんと。マジで取れないんだよな、そう、こういう感じで。サブの発生が早すぎる。マジで、なんか、ここら辺ね、キャラ隊と腕かなって感じですかね。ここは、多分サブが噛み合って当たったのかな？そう、キャラ性の対腕って感じで。そう、今も取ったと思って、覚醒入ったんですけどね。いい感じに。メッサーラのメインで消されちゃってましたね。はい。ここ、大変まずいです。はい。いい覚醒が次たまらないんで。はい。もうガニ逃げ決め込んでますね。まずいね。さあ。で、といったところでね。まあ、なんか、ベルデバスターが噛み合って、勝利といったところで。マジで、あの覚醒を僕に飛ばせ、されてたら本当にまずかったっすね。はい。まあ、6試合目かな。たくさん取ったな。もう喋る内容だんだんなくなってきたんですけどね。はい。まあ、これは、確かね、まあ、死なないように頑張るっていう、そういう視点です。はい。まあ、ペアコンセプトとしてはね、もうエピオンが全部殺すってやつなんで、まあ、エピオンが、なんか、どっちか貼り付けるまでは、ダブルしてあげようかな、みたいな感じだったんですけど、まあなんかアリオスも出てきてるし、適当に弾打ってみたいな、ダウン取りたいなみたいな、そんな感じでした。コナミ、そう、ここのサブもやべえよな、マジで。なんか壊れてんだろこれ。はい、まあいい感じでね、まあ、ヨミちゃんのハルトがエピオンさばいてるんですけど、ここのさ、マジでさ、クアンタおかしくね。いや、僕とっかく入れてたんですけど、あれなんか投げ払う位置にね、いい感じに引っかかっちゃったみたいで、あの突角がいい感じに潰されました。マジでなぁ。なんか、エクワ2のね、ほんと、クアンタ、結構下放されてたんですけどね。とマジできっつい。こっちのクアンタ。はい。ここ、頑張って逃げてるポイントっす。まあ、言うてもね、横捨てサブとか入れて、適当にピチンピチン当ててるだけなんですけど、で、ここ割と重要かなと思って、なんか、前特格結構強いかなと思ってます。っていうのも、前特格使うと、まあ、相手が振り向きメインとかそういう位置になったりとか、まあ、あとはね、まあ、相手の進行方向と逆位置に逃げられるんで、まあ、相当そういう感じで強いかなと思ってます。まあ、どうだろう。まあ、ちょっとしばかれたらまた考えようかな。はい。はい、ラストです。はい、これはね、本当にね、多分、対面二人ともガチキだと思うんで、ちょっといい感じでね、まあ、その二人に裁かれる動画というか、まあ、ちょっと勝ち視点を上げさせてもらった代わりに、まあ、ちょっと怒られる視点も入れておこうかなって感じです。はい、って言ってもね、なんかね、やっぱりね、ちょっと自分に言うっていうか、ヨミちゃんに結構褒めてもらったんですけど、なんか GS の上手くなったよ、みたいな。まあ、この試合先落ちするんですけど、まあ、なんか、ディスンの上手くなったんなら、嬉しいな、みたいな。とりあえず置いときました。はい。そう、ここでね、そう、ハルトがね、ちょっとフリアで勝てると思ってなくて、打っちゃったんですけど、そう、それでね、ここも展開まずいし、みたいな。で、ここでちょっとね、やらかしたのがね、そう、ここ甘えちゃったんですよね。
そうね、まあ、まあ横読者じゃね、まあバランチの格闘は避けらんねえよっていうことですかね。ちゃんと見ましょうって感じでした。はい、まあここちょっと焦っちゃってますね。なんかもうブーストをちょっと余らし気味っていうかね、まあ、ちゃんとおばひで着地しないで、あのしっかりとね、まあ、合流してあげないとこういう感じでねすぐに死んじゃうんで、ダブルクラウト。あーマジで稽古程度難しいよな。はい、でここアバランチ削んないとね勝てなかったんで、まあ、どうにかアバランチ削りに行ったんですけど、まあ、RK がねアレトのことをさばいちゃって負けといったところっすね。あマジでな、攻めんの弱かったな本当。いやーすげえ勉強になりました。やりたいですね。まあやっぱ上手い人とやるとすげえ楽しいんで、まあまあこの動画見てくれてる上手い人もちょっと対マンとか誘ってくれると嬉しいかもしれないです。はい、といったところでね、お疲れ様でした。気のかげでした。ではまた。